さあどうぞ兄貴。な、え、ちょっと頭、そいつ。バカだれ。そいつとは何じゃ。わしの兄貴じゃ。これからは桐生の兄貴と呼べや。は？兄貴、ここがわしら広瀬一家の事務所ですけ。遠慮のをやって使わさい。あの頭、舛添の親分にさらわれたとか飯野さんに聞いたんすけど。何ボケっとしとるんじゃ、雄太。早う酒でも出せや。え、はい。お、なんじゃ、おやっさん来とるんか。ええ、暇だからって。グッドタイミングじゃ。兄貴、うちの親父紹介しますけ。奥へどうぞ。おい南雲、杯受けろなんて言わねえだろうな。挨拶だけだぞ。分かってますって。ま、どうぞ。おやさん、失礼します。おう。また病院抜けてきたんですか。ええんですかいの。大丈夫だよ、医者もグルなんだから。俺ね、車で事故ったっつって保険金もらって入院してんの。本当は全然悪くないんだけどさ、寝てるだけで金入ってくんで。兄貴、わしらの親父で広瀬ですわ。昔陽明連合会と近江連合で勝ち負った時は最前線で爆弾投げてたっちゅう人ですけの、おやさん。もう昔の話だから。おい南雲、もっと言えよバカ野郎。あ、いや、まあその前に客人をご紹介させてください。こちら東京からいらしてる桐生さんです。今後しばらくこの事務所にも出入りしますんで、お見知りおきください。さあ兄貴。桐生一馬です。お初にお目にかかります。まあうちもヤクザだけど、ゆるくやってるところだから、東京の極道から見たらあれだろうけど。いえ、俺は仇で。あれ、あ、そう。いや、俺はてっきりなあ。いや、こちらの兄貴は極道顔負けの器量ですけん、おやっさんがそうおっしゃるのも無理ないですわ。お、そうだ南雲、お前上納金どうした。もううち金ないよな。上の筋から何か言ってきてないの。まあそっちはわしの方でうまくやっておりますけ。おやっさんは気になさらんで使わせ。あ、そうならいいんだけどさ。おい雄太、頭おるか。頭、ちょっと見てきますけ。兄貴も。ああ、なんなら客人の前でみっともないじゃろうが。お、どうしたんじゃ高城ら、鼻血でとるで。松永の兄貴が店の客に袋叩きに会うとるけ、早う助けに行かにゃ。あ、何があったんじゃ。飯がまずいとか女がブスで料金が高いだのグダグダ因縁つけてきよってからに。なんじゃ、全部ほんまのことじゃろうが。じゃけど今日は松永の兄貴頭に血のぼらして客を殴ってしもうたんですわ。
なんでそがんなことするんじゃ。店のもんが客殴ってどうするんじゃ。あれです、頭。今日俺ら、そこの桐生さん一人にボコられたじゃないですか。それが町の噂になってるらしくて。で、松永の兄貴、組やおやすさんのことまでバカにされて、切れたそうなんです。ほっとけほっとけ。そんなんで客殴っとったら商売にならんじゃろうが。悪いのは松永じゃ。殴らせとけ。違憲ですって。相手は荒っぽいのが10人はおって、もう誰も止められんのんです。頭、早く行って松永の兄貴を助けねえと。ええからほっとけ。おう、それより高志ら、こちらはわしの兄貴で桐生さんじゃ。お前もよう顔を覚えとけ。もうええわ、わしらだけで行きますけん。雄太、行くぞ。わかった。たく、すんません兄貴。あいつら礼儀っちゅうもんを知らんけ。本当にほっといていいのか。さっきの若いの、ドスを持ってったぞ。いや、ええんですわ。ほれ、兄貴覚えてます？野球の時、雄太と。もう一人おった松永って。確かにお前を入れて3人いたな。その松永に任せとるモレノいう店があるんですがの、客のクレームでよう揉めよるんですわ。言うたらうちの日常業務っちゅうわけで。モレノって店は近くなのか。え、まあスナック街からアーケードに抜ける手前ですがの。それより兄貴、わしはこの組の頭ですけ。若いもんはしっかりしつけときます。兄貴にはもうこの事務所を家と思っていただいてね。まあおやすさんとわしを入れても、うちはたった5人の組ですがの。まあくつろいでつかさえ。兄貴、どちらへ。もしもし、ばあさんか。姉ちゃん、あんたほんまに不細工じゃの。やめてって。じゃけど父はなかなかのもんじゃ。いいよ。どう、うちはそんなんじゃ。ほれ、脱げの。今月客に向かってよう手出したもんじゃの。おお、オードラーみたいなチンピラ、なんぼでも海に沈めじゃろ。うっせ、お前らいい加減にしろ。その口の聞き方は何だ。おう、なんじゃい。この店は今取り込み中じゃけ帰れ。回り右じゃ。おお、お、なんじゃ悪い。お前らと同じこの店の客だ。はあ、俺もせっかく楽しもうと思ってきたんだ。もう少し行儀よくしてもらえねえか。おっさん、よそもんじゃろ。なあも知らんのに格好つけてからに。わしらの行儀がなんじゃい。はあ、またあのおっさん。あれ、さっき頭が兄貴とか言うとった。おう、このおっさんがわしらに行儀を教えてくれるらしいで。ほいじゃが、その前にこの町の流儀を教えちゃろうかいの。離れてろ、もう大丈夫だ。よっしゃ、やったれ。
じゃあ、あの人は。いやー、さすが桐生の兄貴じゃ。お見事、大統領じゃ。ずいぶんのんびり来やがったな、南雲。わしが仇の客殴るわけにはいかんですけ。堪忍して使うさい。おう、松永。お前大丈夫か？いや、心配したんで。よかったの。荒くれどもは桐生の兄貴が追っ払ってくれたんじゃ。よう礼を言うとけ。桐生？踊れ、夜勤時の。ああ、もうええ、松永。こん人はわしの兄貴になったんじゃ。組の事務所にも出入りするけ、お前らもこれからはそのつもりでいろやな。何言うとるんですか、頭。そがーな話ないでしょ。勝手に何やっとるんですか。バカだれ。昨日の敵は今日の兄貴じゃ。機嫌ようせえ。それともわしの言うことが危険ちゅうんか。おいじゃったらわしらの立場はどうなるんの。昼間、頭がこいつに喧嘩ふっかけたのに突き合わされたんで、それを組の頭にコロコロ態度変えられちゃわしらついていけんでしょうが。この恩知らずが、誰が今お前を助けてくれたと思うとるんじゃ。桐生の兄貴がおらんかったら踊れらどがーな目に遭うとったかわからんで。お、ここはわしの店ですけ、余計な口挟まんで使わさ。なんがわしの店じゃ。わしが踊れに任せてやっとるだけじゃろうが。それにの、さっきの客の中に造船所のもんもおったろ。あいつらに手出すのはご法度じゃ言うとろうが。連中がその気になったらわしらの組あっちゅう間に潰されるぞ。あ、それでおやっさんに顔向けできるんか。あの頭。あ、ちょっと兄貴、どこ行かれるんで。紹介がまだ済んどりませんが。スナック清美に子供を預けたきりなんでな。悪いが、もう行かせてもらう。ああ、じゃったらまた明日事務所に顔を出して使わさい。いつまでも待っとりますけ、兄貴の都合のええ時に。ああ、そうだな。兄貴、お疲れした。どうか気ぃつけて。情けねえな。まったくじゃ。キリュウさん、大丈夫だったの？南雲くんは？あいつも大丈夫だ。遅くなって心配かけた。それならいいんだけど、もう帰ってこないんじゃないかって。悪かった。あれから何があったの？
それじゃ桐生さん、広瀬一家の組員に？なんでそういう話になるんだ？違う、そうじゃない。ただ組の食客に招かれたってだけだ。組に入ったわけじゃない。うん、正直違いがよくわからないけど、でもとにかく南雲くんとは仲良くなったのね。よかったとは思うけど、あの人あんなに桐生さんのことを目の敵にしてたのに。そうだな。明日また広瀬一家の事務所に顔を出すつもりだ。今日はいろいろあって、連中に遥かや春人の父親のことを聞けなかった。ああ、じゃあそれを聞くために広瀬一家へ？そういうつもりじゃなかったんだが、まあ、なりゆきでな。それじゃあまた来る。ええ、いつでも。兄貴、ご苦労様です。お疲れ様です。よし、どうも。なんじゃ踊れら、ふぬけた挨拶しよって。それより前から気になってたんすけど、その赤ん坊は？言っとくが、俺の子じゃない。それに孫でもない。じゃったらどこぞからさらってきた？なわけあるかボケ。お前は兄貴をなんじゃ思っとるんじゃ。いや、それについちゃ違うとも言い切れねえか。は？
この子はハルトってんだが、父親を探してる。俺がこの町に来たのはそのためだ。どういうことすか。もうその前にどうぞ兄貴、おかけになってつかさい。ハルトの母親だ。撮影されたのはこのスナック街だったらしい。この人が知ってるか。頭、俺にも。いや、思っとったより偉い若いけ面食らってしもたわい。まだ女子高生くらいじゃろ。もうそうじゃろ。本当に。ほいじゃが、わしら見たことないですわ。こんな美人近くにおったら忘れるはずないですけ。名前は沢村遥。芸能界に入ってしばらくテレビにも出ていた。道理で可愛いと思いましたよ。それでも見たことはないか。そうだ、俺ちょっとおやすさんに用事頼まれてて。すいません、これで失礼します。なんじゃい、おやすさんの用事って。いや、なんだったっけ。歩きながら思い出しますんで。松永の兄貴、わしらもモレノの後片付けせないかんですけ。そろそろ。おう、そうじゃの。いや、すいません、わしらもう行きますわ。松永の兄貴、行きましょう。いや、なんちゅうか、うちは小さい組ですき、みんな忙しゅうって。そうみてえだな。今日は親分いねえのか。親さん、どうですかの。あん人はいつの間にか裏口で出入りしておりますけ。わしちょっと見てきますか。いや、いいさ。だがいるなら帰る前に挨拶しとこうと思ってな。ほうですか。東京の客人かい。ええ、お邪魔してます。入んなよ。なんだそりゃ。おい、ハルト。いいよ。それよりどう、うちの方で何か不自由させないかい。おかげさまで大丈夫です。そう。南雲にあんたの夏目聞いたけどさ、えらく世話かけたみたいだね。それでかどうか、昨日あんたにやられた例の松田組、あんたのことは調べ回ってるってよ。そうですか。でも俺は仇の人間です。こちらにご迷惑はかけないようにします。南雲はその迷惑をかぶるつもりであんたを食客に招いてんだ。あれで一応その辺は腹くくってんだろう。
ジジイの膝の上が気に入ったか。え、すみません。ほらパパのとこ帰んな。それじゃ俺はこれで。もう行くのか。また顔見せに来てよ。俺ずっと入院してて暇すぎて抜けてきてんだ。保険金生活も楽じゃないんだよ。また寄らせていただきます。失礼します。親分。兄貴、もうお帰りで。ああ、邪魔したな。またこれから坊ちゃんの父親を探しに行くんですか。そのことは一旦忘れてくれていい。え、あれ、いや、なんでまた。いいんだ、それじゃ。あ、キリュウさん、ちょっと。ん？うちの店の近くに昨夜の舛添って組の人たちがうろついてる。桐生さんのことを探してるみたい。わざわざ知らせに来てくれたのか。当たり前でしょ。赤ん坊連れてる時に絡んで来られたら大変よ。確かにな。ここで立ち話してると見つかるかもしれないから。さあこっち、坂の途中に龍南神社って静かなところがあるから、とりあえずそこへ。キリュウさん、こっち。おう、アレミ、ガキを抱えとる男じゃ。キリーさん、あの人たち。俺に何か用か。何寝ぼけたこと言うとるんじゃ。昨夜何やらかしたかもう忘れたんか。面かしてもらうと。じゃが、その前にちーと痛い思いしてもらうけ。下手に抵抗せん方が長引かんで。ママ、ハルトを頼めるか。さ、ハルト君、こっち。このおっさん、ただものじゃないけの。殺す気でやったらや。キリュウさん、大丈夫だった？ああ、ハルトは無事か。ええ、大丈夫。すまないな。今のうちに先を急ぎましょう。
キリュウさん、こっち。龍南神社、ここか。少し休憩。でも桐生さん、こんなことになって春人君のパパを見つける前に舛添組に捕まったら。まったくな。最初に南雲たちと関わったのが運の月だ。だが連中と話して分かったこともある。はるかはやっぱりこの町にいたみたいだ。え、どういうこと？広瀬一家の連中は遥のことを知っている。少なくとも写真を見せた時、顔は見たことがあるって反応だった。ただそのことを俺に言えない事情があるらしいな。遥ちゃんって芸能人だったんですよね。だからみんな顔を知ってたんじゃ。いや、それだけのことなら俺に遥のことを隠す理由がない。広瀬一家の連中はこの町で遥と何か関わってたと考えるのが自然だ。俺も人のことは言えねえが、あいつらも相当不器用らしい。遥のことを隠そうとしているのがはっきり顔に出ていた。それでも俺は不思議と悪い気がしねえし、無理に聞き出そうとも思わねえ。連中が言い出すまで待つつもりだ。それでいいんですか、桐生さんは。俺はあいつらが嫌いじゃない。え、これからモレノに顔を出してみる。モレノって広瀬一家の？ああ、松永って男がやってる。今一家の連中が何人かいるはずだ。それで悪いんだが、また春人のこと少し預かっててもらえねえか。スナック街で舛添組に絡まれると厄介なんでな。そんなことなら遠慮なく言って。春人君ならいつでも大歓迎。夜になったらアパートに連れて帰ってあげる。すまないな。うん、じゃあまた後で。わちょっとやばいって。うそ、嫌だ、そんな。うわあ、ああ、おい、大丈夫か。何があった？おい、動けるか。俺は大丈夫だから、
彼女。ん？彼女？私もなんとか大丈夫。どうなってる？あれ？なんで私がそこに？なんだこれ？目の前に俺がいる？どうなってるの？俺夢でも見てんのか？何が起きてる？お嬢様！お嬢様！つまり階段から転げ落ちたショックでお前らは人格が入れ替わったと。多分そうみたいなんです。俺らだってわけわかんねんだよ。お前が和夫でそっちの男の中身が今は和美か。名前まで紛らわしいな。バカなことか。ありえない。落ち着きなさい村中。不良が気安く私を呼ぶな。いいのかそんな口聞いて。そいつはあんたが使えるお嬢様なんだぜ。お嬢様、おふざけおやめください。とにかくまずは怪我の確認を。大丈夫だって、怪我はしてねえよ。それにただの怪我なんて今大した問題じゃねえだろ。あんたは桐生さんだったっけ。悪いけど今起きてること街で言いふらさないでな。どうせ誰も信じちゃくれないだろうけど。和夫君、なんでそんなに余裕なの。私たちとんでもないことになってるんだよ。見えすいた芝居を。お嬢様、とにかくここは一度お帰りいただきます。わかったよ。じゃあ和美も一緒に。なりません。でも村中。前から申してます通り、いかなる理由でもこんな不良をお屋敷には入れられません。たく、頭の固い執事だね。けど、どうせすぐに考え直すことになる。俺たちが元に戻るにはせめて二人一緒でなきゃ直しようがないんだから。さあ、妙な真似はもう結構ですから行きますよ、お嬢様。和美、大丈夫だ。すぐに迎え起こすからな。時間食っちまった。
あ、キリュウの兄貴。あの、昨日は助けていただいてほんまにありがとうございました。うち、キリュウさんのファンになってしもうたけん。ああ、そうか。お前はええんじゃ、向こう行っとけや。なんよ、もう。松永の兄貴も客呼びたかったらもっとええ女子入れりゃええんですけどね。あの人、物騒なんですわ。たった一人のホステスがあれじゃ、客も寄りつかんです。その松永は奥におります。どうぞ。ヤマトじゃ、世界でも史上最大の戦艦。こいつは広島の地で生まれた日本の宝じゃ。もうすぐ完成か。あんた、そういうのが好きなんだな。造船の町に生まれたんじゃ。この町の男なら大なり小なり船に興味あるもんじゃけ。昨夜はあんたの店で暴れて悪かったな、松永。わしらを助けるためでしょう。謝られる筋はないですけ。気にせんでください。じゃけど、あんまり慣れ慣れしゅうされんのは迷惑ですけ。わしは南雲の頭水戸にコロコロ態度は変えれん。そうか。松永の兄貴。あ、なんじゃ言った。どうかしたんか。昨夜ここで暴れてた客、造船所のやつら。おう、それがなんじゃ。あいつらがいきなり陽明連合会本家まで行って文句つけたらしいんです。それで今本家の若頭がうちの事務所に来てけじめつけろって。本家の若頭？ほいたら小清水さんか。それに例の昨夜南雲の頭をボコった松添も腰巾着みてえについてきてます。取り巻き合わせると20人くらい。20人？うちの事務所にか。ええ、それで南雲の頭が松永の兄貴を呼んでこいって。なるほどな。これはわしがインコでも飛ばさんと収まらんの。なんで松永の兄貴が。だって昨夜客を殴ったんは。バカだれ。ここは広瀬一家の仕切る店じゃと。客同士の喧嘩じゃ言うてもそのケツはわしが持つ。桐生さんを責めるのは筋が違うとる。ほいでも桐生さんはそのよそから来た人ですけ。桐生さんに頭下げてもらえば。そがあのみっともないまでできるか。あ、わしはの弱小ヤクザじゃ言うて広瀬一家の看板安するような男じゃないで。待ってくれ。その前に一つ聞きて。なんで酔っ払いのイチャモンで本家の頭なんて大げさなもんが出てくるんだ。よそもんには分かんねえ事情があるんです。ここは岩見造船の城下町ですから。岩見造船？昨夜の酔っ払いにそこの造船所のもんもおったんです。岩見言うたら世界でも指折りっちゅう造船会社ですけ。特にこの辺じゃ病院から学校から何でも持っとる。広島の人間はどんな形にしろ必ず岩見に関わっとります。岩見に弓を引いたらまず広島で生きていくことはできゃせんのです。陽明連合会もその例外じゃねえってことか。ええんじゃ、キルさんには関係ないですけ。知らん顔しとったらええですよ。ほいじゃ。松永、一人でカッコつけんな。俺も行く。ユータ、田頭、お前らキリュウさんを店から出さんようにしとけや。でも兄貴分の命令じゃ。二
二度は言わんぞ。松永の兄貴の言いつけですけ、キリュウさん、ここでおとなしゅうしとってくださいや。これ以上余計なことに首突っ込まれてくださいよ、キリュウさん。やっぱりあんたは兄貴とは呼べねえよ。俺らは南雲の頭とは違う。おめえらの言いたいことはわかる。だがそこをどけ。松永の兄貴に恥かかせる気かよ。昨夜の喧嘩は俺がやったことだ。お前らの方こそ出る幕じゃねえ。ただ殴られてただけのチンピラ下がってる。なんじゃとこの野郎。どけ。急がねえと松永が手遅れになるぞ。ここでどけるかよ、クソヤシ。てくれ。あんた一人で今度の始末どうつけるんだよ。松永の兄貴の代わりに指でも詰めんのか。陽明連合会に一言言うだけだ。文句があるなら直接俺に言えとな。そんなんで収まるかよ。相手は広島全体の極道牛耳ってんだ。喧嘩売っていい相手じゃねえ。それが分かってんのか。わしらは太田ばっかりじゃろうが。それをあんたは松永の兄貴のために命まで張る言うんか。なんでそこまでするんじゃ。お前ら遥かのことで俺に隠していることがあるよな。な、何を急に。ここで恩を売っときゃお前らも口が軽くなると思ってな。こっちも計算づくで動いてるんだ。ただ働きしようってんじゃない。おおよく言うよ。あんただったら俺らから力づくで聞き出すことだってできんだろ。なるほどな。その手には気づかなかった。気づかんかったって本当によ。何なんだあの人は。
やっと出てきよった。探しとったんだ。キリュウ。マスゾエか。昨夜の借りを返すどころ。じゃが我何者なんじゃ。こん町に何しに来たんじゃ。俺が用があるのはあんたじゃねえ。陽明連合会本家の若頭ってのが出張ってきてるはずだ。道を開けろ。周りの状況がよう見えとらんようじゃの。踊れはここまでじゃ。最後に生かすか殺すかは踊れの態度を見てわしが決めちゃる。その言葉そっくり返してやる。死にたくねえやつは道を開けろ。今ならまだ許してやってもいい。キザなおっさんじゃの。大口叩き寄ってからに後で恥かくだけじゃ。時間切れだ。松戸組の看板上げとるじゃ。陽明連合会の直系じゃ。わしをやったら広島中の国土を敵に回せっちゅうこっちゃ。おいやるの松戸へ。陽明連合会が踊れなんぞのために動くか。そこまでの器量か。バカだれ。キリュウっちゅうのはあんたじゃの。あんたは陽明連合会本家若頭腰水組組長の腰水ってもんじゃ。要は
広島のナンバー2ってことでいいのか。これは桐生さんがやったんか。全部たった一人で。マジか。あんたは自分じゃ正体を隠しとるつもりらしいがの、わしにはあんたの背中の竜が透けて見えますわの。踊れも桐生さんの正体は知っとったの、南雲。何？この辺りは広島でも偏僻な町じゃ。造船以外はわしらのしのぎにならん。じゃけどあんたがおるんじゃったら、この町もちいとは面白うなるの。どういう意味です？その男がなんじゃ言うなら。広瀬一家の始末はもうついとるんで、今挨拶だけさせてもらいますわ。桐生一馬さん。いや、小清水の頭は何を言うとるんかの、兄貴の正体って。松永。桐生さん、なんで来よったんですか。わしはモレノから出るように言うたはずじゃ。それをあんた勝手なことしよって、これで全部丸く済んだ思うてるんですか。あんたは本家の頭に目つけられたんじゃ。もう何が起きてもおかしゅないんで、わしの指で済ますときゃよかったんじゃ。あんたは何も分かっとらん。松永。ああ。全部承知の上だ。このバカたるや。踊れ。桐生の兄貴に噛みついとる暇があったら頭下げんか。兄貴のおかげで指詰めんで済んだんじゃろうが。ああ、松永の兄貴、指詰めんで済んだんすか。よう、それで勘弁してもらいましたね。あ、でも顔ひでっすよ。どんだけ殴られたんすか。畜生、これが本家からの制裁ちゅうわけですか。バカたれ、松永の顔はわしが殴ったんじゃ。え、は頭が。何ですかね、それ。小清水の手前、こうでもせんと指だなんだと言うじゃろうが。そうなる前に松永のためを思って殴ったんじゃ。のう、松永。まあ、いや、安心してください、キリュウの兄貴。松永は見た目ほど痛くないように殴りましたけ。なんじゃとこな。よう言うわ、何も加減しとらんじゃろうが。何発も何発も、うん、ビタレが。なんじゃその態度は。この恩知らずが。こんな。お、おやさん？え？ここにおったんですか？もういたよ、ずっと。喧嘩を積んだんだろ？え、ええ。東条会の四代目？東条会言うたら東京のあの東条会で。ああ、そうじゃ、確かあれじゃ、堂島の竜、実話時代に乗っとった。お、なんじゃお前ら、なんで驚かんのじゃ。おい、そんなにすごい人なのか。え、いや、そりゃぶっちゃけつなですわ。って何寝ぼけたこと言うとるんですか。すごいに決まっとる。桐生の兄貴、なんで黙っとったんですか。
はよ言うてくれりゃよかったのに。足を洗ってからもう何年にもなる。今は仇だ。だがこれでもう隠し事はねえ。俺の方にはな。キリュウさんの方には。俺らの方にはまだキリュウさんに隠してることがあるって、そういう意味っすよ。おう、なんだよ隠し事って。おい南雲、俺にだけ教えろよ。え、ああ、そう。いいさ、今夜はもう帰る。そろそろハルトを迎えに行ってやらねえとな。おい南雲、なんだよ隠し事。いらっしゃいませ。ありがとうございました。キリュウさん。ああ、遅くなった。待たしちまったか。少しだけ。ハルト君はもう寝ちゃった。さっきまでご機嫌で過ごしてたけど。そうか。よかったら部屋に上がっていくか。ううん、もう遅いし。それより大丈夫なの？舛添組は。ああ、とりあえずはな。ならよかったけど。さあ、ハルト君。いつまでもハルトのことでママに世話かけるわけにはいかねえな。広瀬一家の人たち、ハルカちゃんのことをなんて言ってる？いや、まだ聞けてないんだ。あいつらから口を開くまでもう少し待ってやりたいと思っている。どうかしたか？ううん、なんでもない。じゃあまた。ああ、ありがとな。兄貴、南雲ですが。南雲？さっきキヨちゃんに
コンヘアのことを聞きまして、兄貴のお耳に入れときたいことがあるんじゃが。ハルトが寝てるんだ。表で聞く。構わねえか。ええ。もうお察しのこととは思いますが、話っちゅんは遥さんのことじゃ。わしらは組の者全員みんな遥さんを知っとります。ほんで事務所であの子の写真を見せてもろうた時、わしら兄貴の正体にも気づいたんじゃ。桐生の兄貴が遥さんにゆかりのある東条会の四代目桐生一馬じゃったと。松永だけは気ぃつかんかったようですがの。まったくあいつの安にむさにはなんや救われますわ。ああ、そこからのご無礼はどうか許してつかわさい。あと、それでも兄貴に遥さんのことを言わんかったのは、遥さんに許しをもらっとらんからです。続けてくれ。遥さんがこの町に来たんは3年ぐらい前じゃった。その時あの子は自分のことをほとんど喋らんかった。いつも周りを気にして、はっきり言うたらここへ逃げ込んできたっちゅうようにしか見えんかった。よそ者が来ればすぐに目立つ田舎じゃ。しかもあんな可愛い子ですけ、あっちゅう間に人気者になった。遥さんの前じゃうちの組の者も造船所の連中に漁師、誰もがみんなおとなしゅうしとった。あの子はこの町におらんといけん存在になっとったんじゃ。だから誰もあの子が芸能界におったっちゅうことはあえて口に出さんかった。やっぱり気づいていたんだな。テレビを見とりゃ嫌でもわかりますわ。遥さんがその騒ぎから人目を忍んどるっちゅうことも。わしらはあの子のことを守ってやりたかったんじゃ。じゃけ余計なことは口にせんようにしとった。兄貴が遥さんのことを調べとるって分かった時、多分この町の人間ならみんな同じように考えたはずじゃ。多分あんたらがそういう連中だったから、はるかもこの町にいることができたんだ。南雲なら、ハルトの父親もこの町にいるのか。それはわしらにもわからんのです。はるかさんはみんなに好かれとったけん、誰かと好きを取るっちゅう話は聞いとらん。それに坊ちゃんが1歳くらいと考えると、ちょうど妊娠した頃はるかさんはこの町からも姿を消してしもうたんで。何？今から1年半くらい前ですわ。その頃からあの子のことを見たっちゅう話は聞かん。じゃけえわしら、ハルト君を見ても未だにハルカさんのことは信じれんちゅうんが、ほんまのところですわ。わしやうちの組の者が知っとるのはこれだけよ。じゃけどわしらよりハルカさんのことをよう知っちょる人がおる。誰だ？ハルカさんはこん町に住んどった間ずっとある店で働いとった。
兄貴もよう知っとる店じゃ。スナック清美、こん町で誰より遥さんを知っとるんはあのキヨちゃんなんじゃ。